と前ぐらいかな時に中野サンプラザでそのシャッフルユニットっていうユニットがあってライブをしたんですよね。一曲披露した時にすごい自分の中で頑張ろうって一生懸命ライブやってたらつんくさんがたまたま見に来てくださってて知らなくてみんなそしたらカゴめっちゃ頑張ってたなーってあのメールが来てメールが届きましたって言ったんだけどつんくさんからメール届いてしたら自分を信じて行くのだピョンってその時つんくさんがメールくれてでその後自分を信じて行くのだピョンを歌ってましたね。つんくさんに教わったことって本当にたくさんあってあの歌い方もそうだし表現リズム、マイクの持ち方、全部教わりましたね。めちゃくちゃ癖がある歌い方なんですけど、歌い方でリズムを作って、もうすごいです。本当にすごいです。選挙の日ってっていうところの歌詞も、選挙ってあげるのもリズム。じゃんちゃちゃたつたたっていう。でも多分ファンの人は絶対わかると思う。そのハロープロの曲と違うアイドルの曲の歌い方って全然違うから当時はつんくさんはずっとモーニング娘。はアイドルちゃうでアーティストやで口パクなし全部歌うなんかもうつんくさんがいたから自分がいるんで今のかご愛がいるのでもう感謝しかないです本当に感謝しかないどん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 時代が変わっていっていろんな人が出てきてでみんなのその思考もこういろいろやっぱ変わってきてなんか自分の思考もすごいちょっと変わってきてなんか物を作りたいっていう気持ちが昔より強くなって、うん、で喋るのが本当に苦手だからこうなんかまあ歌詞に残したいっていう気持ちが強くなって
うん、それでなんか曲作ってみたいなみたいな気持ちを持ち始めました。大きい会場でも歌ったことがあって、ちっちゃい会場でも歌ったことがあるけど、ちっちゃい会場の方がめちゃくちゃ緊張するんですよ。人が見えるからすっごく。大きい会場はやっぱり遠くの方は見えなかったりするから、で自分もちっちゃい会場で聞くのがすっごい好きで、それこそジャズ歌ってる時とかは100人ぐらいのちっちゃなね、あのジャズハウスで歌ったりとかもしたんで、もう声が震えるほど緊張する。何なんだろうこの違いはって、多分見えるからで伝わる、ダイレクトに。なんかね、女優さんもさせていただいた時があって、誰かを演じるじゃないでも歌は別に誰かを演じることなく自分でいいから、うん、そこが多分ずっと魅力に感じてて、でその自分が歌ってる曲はみんなのものだから、うん、シェアしたいって感じ